香織です。大人の歯ってさ、根元で虫歯になりやすいね。なんでか言うたらさ、歯のもともと歯茎から出てるとこより下、根っこの部分がやな、歯周病とかで歯茎下がって見えてくんのよ。その根っこって弱いやんか、弱いねやんか。だから虫歯になりやすいね、実は。ほんで特にかぶせなんか入ってたら油断してまうやろ。歯悪なれへんのちゃうかな、もうこれ治療してるからもう歯大丈夫と思ってしまうけど、根元のところで虫歯に一番なりやすいねんな。ほんで歯茎下がって出てしもうた根っこの虫歯、中へ中へ中へって進んでいくからさ、あ、根っこ使われへんようになるっていうのが怖いことになるんよ。だから気づいた時に根っこの虫歯もちゃんとチェックして治療してもらわなあかんで、今日はこれを治療したよ。はい、根元の虫歯、結構歯茎の中の方までボリ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 削らなあかんぐらい入り込んどってんけど、またこの後、私詰めたけどさ、その後今度歯磨きでケアすんのが大変大変やけど、これ頑張らんとまたあかんようになるからね、気ぃつけて磨かなあかんね。皆さんも根元まで磨いてね。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またでーす。